肘方勇士は伊勢小物藩の第13代の藩主。安政3年8月2日、第10代藩主、肘方武司教の娘婿にあたる肘方久美の長男として生まれる。旧己は小物藩の文家大見の武言宣国の旗元。明治3年8月22日、五歳違いのいとこの第12代藩主、雄久氏の養子となり、同年9月17日、 病弱おす絵は隠居し、有志が家督を相続する。同日、15位に上任し、治範時に就任した。明治4年7月14日、廃藩治県で、藩知事を解任された。同年10月15日、東京へ移り、同年11月、英学を学ぶために、慶応義塾に入学する。明治11年、公務省御用係となった。百八十四年七月八日、 死者を助釈した。貴族院死者議員を、明治23年7月から同30年7月まで、在任。明治32年、台湾総督府省農局初期などを務める。その後、再度、貴族院議員を大正7年7月から大正14年7月まで、務める。大正14年11月、おいで養子のオームに家督を譲って隠居する。オームのジップ。 土方久明は、有志の14歳下の実定で、日本銀行第12代総裁。昭和6年4月24日に死去した。去年76。オウムは戦後没落し、旧家族としては、八塚賀市、松浦信子と並び社用家族として有名である。ありがとうございます。